はい、皆さんこんにちは。こんにちは。BK の袴田博一です。はい、チーム BK のコーチの阿部孝弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、四池ゴルフガーデンさんの、ご協力をいただいて撮影をさせていただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、阿部コーチと初タッグということで、阿部コーチはこちらのね、四池さんでやってるね、ゴルフスクールでも、はい、まあ、コーチとしてやっていただいてますし、インドアのね、インスタイルでも、はい、活躍していただいているコーチになります。阿部さんのね、僕の印象はですね、非常に物腰が柔らかくてね、めちゃくちゃ優しいコーチですよね。怒ったとこ見たことないですもんね。はい、ないですよね、はいはい、見たことないんで、めちゃくちゃ優しいコーチなので、ぜひね、優しいコーチがいいなっていう人はぜひね、阿部さんをご指名していただければと思います。ということで今日は、はい、今日はアウトサイドインの直し方。アウトサイドイン、これどうですか、ね、多いですよ ね、 多いですね。アウトサイドインで悩まれてる方がね、はい、アウトサイドインって言うとまあこうだと思うんで、まあ、ちょっとその辺はね、阿部コーチにちょっと解説していただきながら、はい、やっていきたいと思いますね。はい、じゃあ早速やってみましょうか。はい、よろしくお願いします。アウトサイドインと言いますのは、このスイングプレーのことを言うんですけども、特にですね、まあ、よくありがちなのはですね、テイクバック入っていただいてから、ダウン線が入るときですね、クラブがこう前に倒れてしまう動きが働きやすいですね。こう上から下へ向かって前にクラブが倒れてくることによって、外からクラブが入ってきてしまって、そのまま内側にこうクラブが抜けていってしまうことを、まあ、アウトサイドインと言います。はい、ではそのアウトサイドインによって出る球の軌道というかミスの減少というのはどういったものが、はい、いくつかあるんですけど、一つ多いのはですね、アウトサイドから入ってきてしまって、そのままフェースが閉じて入ってしまって内側に抜けることによって、球が捕まってしまうので、ボールが左に引っかかるというのが一つあります。あともう一つはですね、うまく手が返せない方ですね。ここで、リストターンがうまく返せない方にとっては、そのままグリップエンドがこう前に出てしまって、カットに入ってしまう、で、スライスボールですね、はい、多いですね。はい、アウトサイドインになる人に対しては、まあ、基本的にはやっぱりプレーンってね、インサイドイン、まあ、イントゥインとも言いますよね、はい、がいいと思うんですけど、まあ、そこに行くにはなかなかね、難しいと思うんですよね、はい、なので、まあ、基本的なスイングプレーンって何なのっていうのを一回ちょっと解説していただけますか。まあ、イントゥインの軌道、イントゥインの基本です、ね、はい、イントゥインの基本はですね、まずこうグリップしていただいたときですね、胸の中心にこの両腕グリップがあるんですね。でこの状態が左右対称になっていきますので、胸の正面に構えていただいたときに、テイクバックではこの90度ですね、こう右向け右の状態ですね、そのままの状態で、右へ向いていただくことで胸の正面に、両腕があるということになります。でそのまま今度は戻していただいて、インパクトの状態で同じく、体の正面ですね、はい、この胸の中に両腕が入ってくる状態です。でこれをインパクトからフォローにかけても同じく、このフォローの状態で、左向け右左ですね、このですね、はい、この状態で、胸の正面に両腕クラブがあるという状態になっています。これが基本的ですよね、はい、アウトサイドインになるときってなる人って正面から出たときに どうなっちゃってるんですかね。こうなってる、はい、そうですね、アウトサイドインから入るときはですね、このクラブが胸の正面から外れてきてしまって、まあ、遠くからですね、遠くから、入ってきてしまいまして、そのまま前からですね、はい、クラブが前から胸の正面から外れて、遠くから外から入ってくる状態ですね、はい、でそのままインパクト入ってきてから、今度はですね、インの方ですね、こっちの方ですね、左の方ね、左の方向へ抜けていきますので、はい、これも胸の正面から外れてきてしまう、うんうん、じゃあそのアウトサイドインになってしまう、はい、まあ、今の解説だと2パターンありましたよね、はい、ヘッドが返ってしまってそのまま左から左出てしまう人と、まあ、手が流れてしまうので、まあ、左出てって右なのか、もうそのまま、ね、フェースが開き度合いが大きければ、ね、そのまま右飛んでっちゃうっていう現象だと思うんですけど、まあ、そういう人に対して、まあ、ちょっとチーム BK では、ね、どういうふうに
アドバイスをお客様にしているのかなというちょっと、はい、聞きたいです、はいはい、そうですね。まず一つはですね、そのスイングプレーンに関してですね、アウトサイドインに入ってきてしまう軌道をまあ修正するためにですね、逆療法と言います。逆療法と言いますと、その反対のインサイドアウトですよね、はい、クラブを上げていただいた状態から、ダウンスイングで下ろしてくるときにはですね、通常はアウトサイドインの方は外から入ってきてしまうのですね、逆療法でインサイドからこう下ろしてくる、うん、寝かすみたいな感じ、寝かすような感じ、はいはい、インサイドから下ろしていただいて、それからフォローは、アウトサイドに向かって取っていくような状態です、うんうん、はい、特にですね、練習の時にはですね、分かりやすいようにですね、まあ、このような、スティックがあります、うん、でこういったスティックをですね、ボールの手前に置いていただいてですね、このように、ね、はい、まずこのインサイドアウトのこの軌道をですね、このスティックで、方向を作っておきます、はい、で、その状態から構えていただいてからですね、テイクバックを上げていただいたときはまっすぐ上げていただきます。スクエアに上げていただいて、ダウンスイングをこのスティック通りですね、インサイドからアウトサイドに向かってですね、このように、振っていくような状態です。ちょっとやってみたいと思います。でこのように、スイングプレーンをですね、スクエアに上げてからダウンスイングをインサイドからアウトサイドに向かってやりますですね。まずこういった逆療法のスイングプレーンをですね、意識していただくように、やっていただくと効果があると思います。うん、今度は、まあ、手が流れてしまう、はい、人にはどうやって指導されてますか？そうですね、そういった方に関してはですね、ダウンスイング入っていただいたときに左脇を締めていきますね。うん、その左脇を締めた状態で左肩を一緒にこう回転させる状態ですね、はい、こちらですね、特に左脇を締める意識ですね、うんうんうん、こちらの意識を、特にイメージしていただけると良いかと思います、うんうん、手を返すタイミングって、はい、まあ、基本手が流れる人って自分ではね、ここでインパクトしているつもりなんですけど、実際にはこうやって流れてると思うんですけど、はい、逆療法って言ってましたけど、まあ、ちょっとどの辺でインパクトされるといいんでしょうかね。そうですね、インパクトのこの手の返し方に関してはですね、ボールの位置よりもですね、一つどうでしょうか、このちょうどダウンスイング入ってこられた時に少し早めの意識を持ちますので、うん、左脇を締めながら、うん、ちょうどどうでしょう、右膝の正面、なるほど、はい、正面のところで手を返していく状態ですね、うんうん、はい、左脇を締めてクラブを返す、はいはい、やりすぎちゃうとまた今度ねフックが強くなっていってしまうと思うので、そうですね、うん、そしたらまあちょっとやるのをちょっと意識をするのをやめて、まあ、普通にまあ、インパクトされていくといいですよね、はいはい、そうですね、はい、というところでね、今日は阿部コーチに、はい、来ていただきましたけど、非常にね分かりやすく解説していただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チーム BK のね、斉藤コーチとも非常に仲がいいということなので、今度はね次回どうですか、2人でコラボしてみるなんかも。そうですね、ぜひぜひということで斉藤コーチにもね、はい、お願いしておきます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。